今日の道内は広い範囲で荒れた天気となっていて、暴風や高波に警戒が必要です。また今夜からは黄砂の飛来にも注意が必要です。道内は発達する低気圧の影響で広い範囲で雨が降っていて、午前11時までの24時間降水量は日高の襟裳町目黒で 72.5 ミリ、十勝の広尾町で 69.5 ミリとなっています。明日午前6時までの24時間降水量は太平洋側や石狩地方の多いところで80ミリと予想されていて、雪解けが急速に早まり、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水などに注意が必要です。また各地で南風が強まっていて、強風などにも警戒が必要です。この強風のため新千歳空港ではこれまでに37便が欠航しました。羽田に行く便が空いてるかどうか今探してる最中なんです。いや、困っちゃいますよね。欠航してます今、仕事への影響が、出てくるので、できれば今日中に移動したいんですけど。そして道内では今夜から黄砂の飛来が予想されています。今日の29日12時の黄砂ですね、赤色ほど濃い予想になっているんですけども、日本海中部まで黄砂が進んできていて、今日の18時ごろには北海道付近に、薄いものかもしれませんが黄砂がかかり始める予想になっていまして、明日30日にかけて北海道の広い範囲で予想されるという形になります。黄砂が飛来することで視界が悪くなるほか、屋外の車や洗濯物などに付着する恐れがあるため注意が必要です。